カルロス・アグスティン・マーモルは、ドミニカ共和国、モンセニョールのオエル州、ボナオ出身の元プロ野球選手。1999年7月3日にシカゴ・カブスと契約を結び、17歳でアメリカ合衆国でプロ野球選手としてのキャリアをスタートさせた。入団した時点では、野手としてのプロ入りであり、投手に転向するまでは、保守や外野手として試合に出場していた。 マイナー時代2001年にプロデビュー。ルーキー級のチームで40試合に出場し、打率295.112塁打という数字を残した。2002年、野手として62試合に出場し、プロ初本塁打や20打点、10盗塁という数字を残した傍ら、投手としても試合に出場。1試合だけマウンドに上がり、1イニングで死球と、脱三振を1個ずつ記録した。 2003年から本格的に投手に転向、ルーキー級のチームで14試合に登板、3勝5敗、防御率4.19という数字を記録。また、6213イニングで三振を74個、奪うピッチングを見せた。2004年は A 級のチームに昇格し、先発投手として26試合に登板、14勝8敗。 防御率3.2015423イニング53死球154脱三振という成績をマークし、マイナーリーグながら2桁勝利をマークした。2005年は前年よりも上位に位置する A プラス級と AA 級の2チームに配属され、ここでも先発投手として防御率3.419勝6敗という成績を記録した。 メジャー昇格から対談まで2006年6月4日、セントルイスカージナルス戦でメジャーリーグデビューを果たした。自身初のメジャーリーグでの登板は2.0インニングに登板し、三振を三個奪うという内容だった。2005年までマイナーリーグでは主に先発投手として登板していたため、2006年もカブスで先発投手として登板する機会が多かった。 最終的には19登板のうち13試合に先発投手として登板。メジャー初勝利を含む5勝を挙げたが、勝利数を超える7敗、防御率6.08という成績に終わった。もともと野手をやっていたので、この年は打率、261.12塁打、1本塁打、1打点と、バッティングが良いところを見せた。2007年は、リリーフの投手として、 59試合すべてにリリーフ登板。前年に6.00を超えていた防御率は1.43まで低下し、5勝1敗1、セーブという数字を残した。また、6913イニングで96、脱三振を記録するなど、この頃から、投球イニングを上回る三振を奪っていた。二千八年、登板試合数を十四試合上積みし、最終的には、 シーズン試合数の半数以上となる82試合に登板した。この年は87.1イニングで114個の三振を奪い、脱三振率は11.75という数値だった。2009年開幕前の3月に第2回 WBC のドミニカ共和国代表に選出された。予選のオランダ戦で延長11回に悪送球してしまい、 ドミニカが予選で敗退する原因となってしまった。シーズンでは WBC での調整不足の影響から10.0イニングで5死球、6月までの26.0イニングで30死球を記録するなど死死球を連発した。しかし、シーズン終盤に当時のカブスのクローザーであったケビン・グレックが調子を落としたため、8月の途中からクローザーを務め、15、 セーブをマークした。最終的には79試合に登板したが、リリーフ投手戦業になって、以降では最低の防御率だった。一方、この年も投球イニングを上回る、脱三振を記録した。2010年は年間通じて、クローザーとして登板し、77試合に登板。防御率2.552勝3敗38、セーブという数字をマークした。 また、7 7 2三イ,イニングで、自己ベストの138奪三振を記録し、奪三振率15.98という数字を記録。これは、2003年にロサンゼルスドジャースでクローザーを、務めていたエリック・ガニエの記録を更新する数字だった。それまでも2007年以降は11.00以上の奪三振率を記録していたが、それが2010年になって、 急上昇した理由としては、それまで、フォーシームの速球とスライダーの割合が、半分ずつくらいであったのを、速球約4割に対して、スライダー約6割という割合に変えたことが挙げられる。また、変化球が、スライダーだけにもかかわらず滅多に打たれないのは、3種の、スライダーをそれぞれ異なる軌道で投げているからである。2013年は、開幕から不振で4月7日には、 藤川球児に抑えが配置転換された。2013年7月2日に金銭トレードでロサンゼルスドジャースに移籍した。数試合に登板した後にディーフとなった。ドジャース参加 3A でプレーすることになった。10月31日に FA となった。2014年2月6日にマイアミマーリンズと125万ドルの1年契約に合意したことが報道され、 2月11日に球団が発表した。開幕後は15試合に登板し、0勝3敗、防御率8.10と結果を残せず、5月10日のサンディエゴパドレス戦では1回を4安打4失点、1死球と抑えられず、試合終了後にリーフとなった。5月19日に自由契約となった。2014年5月27日に、 シンシナティレッツとマイナー契約を結んだ。移籍後は、参加トリプル a のルイビル・ワッツで3試合に登板した。オフの11月17日に自由契約となった。2015年5月8日にクリーブランド・インディアンスとマイナー契約を結んだ。11月7日に FA となった。2016年2月16日に、 ボストンレッドソックスとマイナー契約を結び、同年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。3月28日に放出された。ありがとうございます。